雷神社は、福岡県糸島市にある神社である。雷山の中原に鎮座する。雷神宮とも呼ばれる。旧社格は、県社である。自ら遺伝神、高祖大神、貸礁大神、住吉三神、八幡神の御神を祀る。祭日は9月16日である。境内神社として、神域内に天魔宮、神域外に上宮がある。天魔宮には、 菅原道真のほか、琴海断村、大名討の命、大山津神、家具地の陣も合祀されている。上宮は内山の頂上付近に鎮座し、二二木の村、天神七代、知神五代を祀る。古来、女人の参拝を許さなかった。日出りの年には、古くから神面祈祷が行われたという。略を五年五月、九州短大。 一式のリ寺からの雨乞い祈祷の最速文や、足利カ氏の書士、足利忠冬が参詣し、雨乞い祈願した後、降雨があったので歌に社問を添えて奉納したものが、残っている。世の末といかで思わん雷の、また新たなるアメガとなり、左平さ、源の阿尊忠冬幕府の祈願書として、信量も広かった。領氏よりの文書も多く残るが今は、代表院に所蔵する。 戦国の世に、信領の多くは、横領されたものの、天平十五年、筑前領主となった、小早川高景が六国を寄進した。これは、秀明の時に没収された。後に、黒田忠之、黒田杉高からの寄進により二十六国に回復した。境内に、天然記念物の千年杉や楠の木の大木がある。JR 畜飛船畜前原駅から、 来在観音前後バスで約30分。終点より徒歩で約20分。ありがとうございます。